ベンハーは2016年のアメリカ合衆国の女子史的歴史ドラマアクション映画。キース・クラークとジョン・リドリー脚本、ティムール・ベクマン・ベトフ監督、出演はジャック・ヒューストン、モーガン・フリーマン、トビー・ケベル、ナザニン・ボニアディ、ハルク・ビル・ギナー、ロドリゴ・サントロなど。ルー・ウォーレスの1880年の小説、ベンハーを原作としており、1907年のサイレント映画、 1925年のサイレント映画、アカデミー賞を受賞した1959年の映画、2003年のアニメ映画に続いて5度目の映画化で、小説の再本案、再創造、新解釈と称されている。主要撮影は2015年2月2日に、イタリアのローマで始まり、2015年8月に完了した。2016年8月19日より、2D、3D、 ディールディ 3D、デジタル 3D、IMAX3D で公開された。日本では劇場未公開で DVD スルーされた。貴族のユダベンハーは幼馴染みで義兄弟のメッサラにより暗殺未遂の罪に問われてしまう。数年間ローマの奴隷として過ごした。彼はナザレのイエスとの出会いの後、戦車競争でメッサラに挑むことで復讐を果たそうとする。 上からユダ・ベンハー役のジャック・ヒューストン、族長・イル・デギム役のモーガン・フリーマン、メッサラ役のトビー・ケベル。カッコ内は日本語吹き替え監督を務めたティムール、ベクマン・ベトフ2013年、メトロ・ゴールド・ウィン・ベイヤーはすでにパブリックドメインとなっているルー・ウォーレスの1880年の小説、ベンハーを保案したキース・アール・クラークの脚本の権利を獲得した。2014年4月、 パラマウント映画と MGM は共同でベンハーの新バージョンを制作し、マーク・バーネットとローマ・ダウニーが制作と制作総指揮を務めることを発表した。MGM は以前にも同一の小説を原作としていた1925年のサイレント映画と1959年の映画を制作しており、後者は1980年代にテッド・ターナーに売却されていた。MGM は ちょうど23作に及ぶ007シリーズの世界的な成功007スカイフォールとホビットを思いがけない冒険の両作の世界興行収入がそれぞれ10億ドルを突破したことにより破産状態から脱却しまた当時パラマウントとは聖書映画ノア約束の船を成功させていたその後ジョン・リドリーが脚本修正のため雇われショーン・ダニエル・バーネット ジョニー・デビンが制作、ダウニー、クラーク、ジェイソン・ブラウンが制作葬式となった。また後に、ダンカン・ヘンダーソンが制作に加わり、さらにリドリーが制作葬式兼任となった。新たな映画は1959年版とは大きく異なっており、ローマ帝国がエルサレムを支配する以前から、親友として育ったベンハート・メッサラの関係形成を扱い、 キリストが重要な役割を果たすと発表された。2013年9月、ティムール・ベクマン・ベトフが監督に雇われた。ベクマン・ベトフは当初は監督に消極的であったが、プロデューサーのダニエルから脚本を読まされ、就任を決意した。彼は、ベンハーの物語は、ロミオとジュリエット、ハムレット、アントン・チェーホフの小説を自身に思い起こさせたと述べた。 彼は1959年版に魅了されていたが、許しよりも復讐に焦点が当てられていることが問題となっていることを発見した。したがって彼は単なる復讐よりも、許しと愛をテーマとして強調させることを望んだ。彼は、ローマ帝国時代に顕著であった、プライドを、競争、権力、強さ、独裁、自己愛を最も重要な価値観とすることは、現代世界では、 時代遅れであることを発見した。従って彼はこれらのテーマをこのバージョンでの主要な論点とすることを望んだ。彼は映画はベンハーだけの物語ではなく、彼と彼の兄弟のメスサラの二人の物語であると述べた。プロデューサーのマーク・バーネットによると、若く世俗的な観客たちをベンハーのような信仰とイエス・キリストのメッセージが中心となる映画に引きつけるために、 夏のブロックバスター作品のように感じさせる必要があった。彼は1億ドル近いと報じられている巨大な製作費の原因は若い観客が期待する視覚効果や 3D のためであると説明した。2015年6月、パラマウントの副会長のロブ・ムーアはこのバージョンが1959年の映画のリメイクではなく、ルー・ウォーレスの小説の新解釈版であると説明した。 ジョン・リドリーは、キース・クラークが執筆したルー・オーレスの1880年の小説、ベンハーを元としたオリジナル脚本を書き直した。リドリーは原点に戻り、人種奴隷制と植民地下と二人の友人の深い関係に焦点を当てた、クラークのやり方を称賛した。スタジオは、翌年にオスカーを受賞することとなる。 それでも世は明けるの脚本を執筆した後の2013年10月に彼に話を持ちかけた。当初はタイトルロールであるユダ・ベンハー役にはトム・ヒドルストンが考慮されていた。しかしながら後にジャック・ヒューストンがタイトルロールとしてキャスティングされた。2014年9月11日、モーガン・フリーマンがベンハーを戦車レースのチャンピオンへと導く続調。 ビルデリム役に決まったことが明らかとなった。9月18日、トビー・ケベルが悪役である、メッサラ役の初期交渉に入ったことが報じられた。10月15日、ガルガドットが、ベンハート恋に落ちる奴隷のエスター役としての出演交渉中であることが報じられた。また、ゲーム・オブ・スロー・オンズのペドロ・パスカルは、ポンティウス・スピラト役で交渉された。10月30日、ティー・ラッペは、 ガットとパラマウントと MGN の交渉が終了し、彼女がバットマン VS スーパーマンジャスティスの誕生とのスケジュール競合のために出演を断ったことを報じた。11月4日、マーワン・ケンザリがドルーサス役を務めることが発表された。11月11日、アイエレット・ゾラーがベン・ハーの母親のナオミ役での最終出演交渉に入ったことが報じられた。 11月13日、オリビア・クックが、ベンハーの姉妹のティルザ役の候補であることが報じられた。12月2日、ナザニン・ボニアディが、ソフィア・ブテラ、モラ・マティアス、ナタリア・ワーナーといった競合相手を退けて、エスター役を勝ち取ったことが明らかとなった。2015年1月12日、当初クックにオファーされていた、ティルザ役に、ソフィア・ブラックデリアがキャスティングされたことが明らかとなった。 1>, 1月13日、ロドリゴ・サントロがイエスを演じることが発表された。1月20日、モイセス・アリアスがジェスタス役を務めることが報じられた。1月21日、ピルウアスベックがパスカルに代わって、ポンティウス・ピラト役を務めることが明かされた。2015年2月2日、MGM とパラマウント映画は主要撮影が始まっており、1959年版のように、 イタリアのローマやマテーラで行われることを発表した。また、バジリカータ州のマテーラの洞窟住居とローマのチネチッタスタジオが撮影場所に選ばれた。ほとんどの場合で CGI が広く使われたが、ベクマンベトフは物理的な効果を多く使うことを望み、CGI の必要性が薄い箇所では最小限に留めた。プロデューサーのロマダウニーとマーク・バーネットは、 メルギブソンのファッションでも同じくエルサレムとして撮られたマテーラをロケ地に選んだ。ロケーション撮影は2015年4月上旬に完了した。制作はその後、チネチったスタジオへと移り、戦車の場面などが約4ヶ月かけて撮影された。2016年3月14日、USA トゥデイにより2枚の写真が公開された。3月15日、 エンターテイメントトゥナイトにより戦車レースの場面が初公開され、その翌日にオンライン上で1本目の予告編とティーザーポスターが公開された。予告はパラマウントが10クローバーフィールドレーンを劇場を公開した一週後に公開された。北米公開は当初は2016年2月26日が予定されていたがパラマウントは2016年8月12日に変更した。 2016年のシネマコンでパラマウントは1週間後の2016年8月19日公開に再編更し、8月12日は代わりにマダム・フローレンス。夢見る二人の公開日となった。公開形態は従来の 2D のほか、IMAX、3D、デジタル 3D、ディールディ 3D、IMAX3D である。北米公開の後、9月7日にイギリスと、 アイルランドで公開された。日本での劇場公開は一時2017年内と発表されていたが、公開中止になり、2017年2月8日に、ブルーレイディスクと DVD が発売されることになった。ロッテントマトズによれば、188件の評論のうち、高く評価しているのは25%にあたる47件にとどまっており、 平均して10点満点中4.57点を得ている。メタクレティックによれば、34件の評論のうち、高評価は3件、賛否混在は21件、低評価は10件で、平均して100点満点中38点を得ている。ありがとうございます。